各駅停車、各駅停車とは、普通列車のうち、行き先までの全ての駅に停車する列車を指す、用語である。列車種別としている、鉄道事業者もあり、一般的な略称は、確定、確定である。旅客案内上のものを含む、列車種別として用いている事業者には、東日本旅客鉄道、JR 東日本のほか、東京急行電鉄、 西武鉄道、京王電鉄などがある。新幹線においても各駅に停車する小玉、那須の等の列車はしばしば各駅停車と案内される。在来線の各駅停車や普通列車は鈍行、鈍行列車とも呼ばれる。路線バス、特に高速バスでも行き先までのすべてのバス停留所に停車する便を各駅停車と呼ぶことがある。 本項目では日本における事例について解説する。世界各国の事例については、普通列車日本国外における、普通列車、相当種別を参照されたい。以下この項において、普通列車は、普通と表記する。新幹線を除き、旅客案内において、ほとんどの場合、各駅停車と、普通は、同じサービスを指す用語である。また、 各駅に停車する列車の種別としても、各駅停車、または、普通のいずれかが採用される。中には、西武鉄道のように、かつては、普通が正式種別名であったのを、各駅停車、確定、2008年6月14日、改正以降に解消した例もある。なお、時刻表、行き先表示等では、普通であっても、各駅停車と案内する事業者もある。 大手市鉄では、京成電鉄、東武鉄道、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道などが該当する。複々線区間において、方面や運転系統によって、各駅停車と普通を使い分ける路線がある。JR 東日本では、電車線を走る近距離電車に、各駅停車、列車線を走る中距離列車に、 普通を使用しており、複々線区間では中距離列車は普通でも通過駅が設定されている路線がある。例えば、常磐線と中央本線の内東京の快速電車運行区間、いわゆる中央線快速運行区間では、日本国有鉄道、国鉄時代からの名残で、近郊系車両を使用した普通と通勤系車両を使用した各駅停車が設定され、 停車駅が異なっていた。しかし、この案内は利用客にとって停車駅が分かりにくかったため、常磐線では普通の快速運転区間に限り、快速案内するように変更されている常磐快速線故障統一までの遠隔も参照。一方、中央線快速の内立川駅、高尾駅間では2019年現在においても普通と 各駅停車が並存して運行されいる。上野駅品川駅では、上野東京ラインの開業直後において、常磐線からの列車を、各駅停車、宇都宮線、高崎線からの列車を、普通として案内していた。南海電気鉄道では、南波駅、岸の里玉出駅間の複々線区間において、東側2線を走行して、今宮恵比寿駅、萩野茶屋駅に停車する。 高野線の列車を、確定、各駅停車、西側2線を走行して、ホームがない今宮予備津駅、萩野茶屋駅を通過する、南海本線の列車を、普通、普通車と使い分けている。以前は東側2線を経由する、本線各駅停車、東側2線を経由するものの両駅に停車しない、高野線普通が存在していたため、南海本線を走る、 普通の停車駅案内では、下りの場合で、新今宮、天下茶屋と、天下茶屋から先は各駅に停まります。上りは、その逆、天下茶屋までの各駅と、新今宮に停まりますと案内していた。複々線であっても種別が区別されない路線もある。阪急電鉄の京都本線、宝塚本線、神戸本線は、線路別三複線で並行、路線上は、 東北区間しており、途中の中津駅は、京都本線のみプラットフォームがいいが、特に種別の呼び分けはしていない。福福線改善の近鉄大阪線、奈良線の大阪上本町駅布施区間でも、大阪線の各駅停車が、今里駅を通過していたが、今里駅に停車する、奈良線の各駅停車と使い分けられていなかった。また、 西日本旅客鉄道、JR 西日本福知山線、JR 宝塚線でも、大阪駅を発着する列車のみ、塚本駅を通過するが、停車する列車との種別の区別はしておらず、双方とも種別は、普通を使用している。また、東急電鉄の大井町線の各駅停車は、二子玉川駅溝の口駅間の複々線において、外側の線路にのみホームがある西新地駅と、 高津駅に停車するものを青色で、通過するものを緑色で表示することで区別している。運転系統としては快速、または急行に対して、観光、観光あるいは観光線、観光線と呼ぶことがあり、常磐観光線、中央、総武観光線、京阪神観光線などとして使用する場合がある。なお、運転系統が快速線と分離されている。 常磐線、常磐快速線、中央本線、中央線快速、総武本線、総武快速線の各観光線について、報道やテレビ等の交通情報では、各駅停車ではなく、普通電車と表現されることがある。ただし、中距離普通列車についても、普通電車という表現が用いられることもある。系統としての中距離列車は、単に、線とされることが多い。 地下鉄や各駅停車しかない路線の場合、各駅停車は単に行と案内されることもある。他車線と直通運転を行っている場合、東京メトロ千代田線、半蔵門線、都営地下鉄浅草線、JR 東日本中央、総武観光線など、自車線内のすべての駅に停車する列車でも、乗り入れ先の種別で案内すことがある。中央線快速。 京浜東北線、埼京線、東京メトロ東西線、東京メトロ副都心線や、東海旅客鉄道、JR 東海の快速列車、西武鉄道などでは、途中駅から先は全駅に停車する場合それ以降の、区間の案を、各駅停車などに変更する路線もある。逆に、仙山線、仙石東北ライン、総武快速線総武本線、成田線京葉線、内房線、 外房線、常磐快速線や、東武鉄道、小田急電鉄、京王電鉄、東京急行電鉄、横浜高速鉄道、京浜急行電鉄、京成電鉄、JR 西日本の京阪新地区、大阪環状線の大和寺快速、関空、貴州路快速や、東海道本線、山陽本線、琵琶湖線、JR 京都線、 JR 神戸線の新快速など各駅に停車する区間であってもそのままの種別で案内されている。常磐線の特別快速、東海道本線の快速、アクティ、宇都宮線、高崎線通勤快速の一部区間も同様である。関西の大手私鉄の大半は案内放送では各駅停車を用いるが、 方向膜や路線図をはじめとする視覚的案内では一貫して普通と称している。なお過去の観光として隠れ車種別を車と呼び習わしたことから、山陽電気鉄道では案内放送などは普通車と呼称している。関東でも京浜急行電鉄や北総鉄道、駅自動放送時においては普通の呼称を用いている。また、名古屋鉄道や近畿日本鉄道の名古屋、 輸送統括部管内では、基本的に各駅停車という故障用図、普通、または普通電車の故障を用いている。非常に短い区間をピストン輸送のような形で運転されるものは、シャトルと呼ばれることがあり、関西空港線で使用されている。鉄道業界内の専門用語では、このような列車のことを、チョンコー、チョン行き、チョンコー、ということもある。 JR 時刻表、交通新聞社など、冊子の時刻表においては、電車特定区間内の経済列車を快速などの一部列車に限定している線区がある。こうした線区では、各駅停車は運転区間が限定されている場合が多いが、早朝、深夜などには、例外的に全区間にわたって、または通常の運転区間を超えて、各駅停車で運転する列車もあり、 各駅停車と付すことで駅の記載自体が省略されている通過駅にも停車する列車であることを表している。なお、JR 西日本ではこれも普通と案内されている。名前の通り、各駅停車は各駅イコールすべての駅に止まる列車であることを強調した存在であるが、例外として通過駅がある場合もある。なお、本校での宣明は、 運転系統としての名称である。大崎駅池袋駅間は山手線と並走しているが、埼京線、山手貨物線は大崎駅、恵比寿駅、渋谷駅、新宿駅、池袋駅にしかホームがなく、それ以外の駅は各駅停車でも通過となる。なお、この区間では湘南新宿ラインの普通列車も運転されており、同様に大崎駅、 恵比寿駅、渋谷駅、新宿駅、池袋駅以外には停車しない。日暮里駅、東京駅、品川駅間において列車線、上野東京ラインは上野駅、東京駅、新橋駅、品川駅にしかホームがない。日暮里駅ホームは常磐線のみが先に快速運転区間がある列車を除き、普通列車であるが常磐線快速電車の品川駅は 快速、電車として運転する、当初は校舎を、各駅停車と案内していた。なお、同様に快速として運転する長湾線列車、中距離列車の品川駅は、上野駅品川駅間は、普通と案内する。上記の埼京線と湘南新宿ラインの例と同様、停車駅が同一でも、近距離電車か、中距離列車かにより種別を区別している。この区間では、 電車線の山手線京浜東北線も並走し、山手線電車、京浜東北線の各駅停車及び快速電も運転されているが、同じ近距離電車でもそれぞれの種別と停車駅がいずれも一致していない。なお、過去に国鉄常磐線の各駅停車が上野駅を始発、終着としていた頃、当時上野駅取りで期間を運転は、 上野駅日暮里駅間にあるうぐいすに駅にホームがなかったため、これは現在も同じ各駅停車を含めてすべて通過していた、正確には山手線京浜東北線のみの駅である。JR 宝塚線、福知山線の大阪駅発着の列車は通勤系、電車仕様の列車を含めて塚本駅を通過することは前期した。なお、2003年、 平成15年11月28日までは JR 京都線直通にも同様の列車が設定されていた。飯田線は豊川駅北に直通する普通列車の大半は複線区間でホームがあるにもかかわらず船町駅と下地駅を通過する。東急大井町線の西新地駅と高津駅を通過する各駅停車。種別表示が緑と停車する各駅停車。 種別表示が青が存在する。種別表示が緑の各駅停車、双子新地駅、高津駅通過は、大井町線のそうする線路には、両駅のホームが設けられていないためである。路線図では、一部の各駅停車が停車、駅の LED 表示では、高津、双子新地には止まりませんと案内されている。もともと両駅は、大井町線ではなく、田園都市線の駅であり。 種別表示が、青の各駅停車、双子新地駅、高津駅停車は、双子玉川駅溝の口駅間を田園都市線の線路に点線して走行する。この手法は記述の南海高野線の各駅停車と南海本線の普通との関連とほぼ同一であるが、南海と違い、東急では種別を分けていない。京王電鉄京王線の新宿駅、笹塚駅間には、 福々線部分としての京王新線があるが、両駅間にある、初代駅、旗ヶ谷駅は新線のみの駅であるため、京王線系統、以下、本線の各駅停車は、新宿の次は笹に止まる。そのため、本線としては両駅を通過していることになる。各駅停車と普通列車の英語案内は、ローカルトレインあるいは、ローカルサービスとなっている。そのため、 複々線区間のすべての駅に止まらない、普通列車をローカルとして案内するケースが存在す。東京地下鉄、東京メトロの自動放送、車内案内では直通する他車線内のみを優等種別で運転する場合も自車線内から、その種別で案内するが、英語の自動放送、車内案内では一切放送、表示し、例えば、千代田線から、 小田急線に直通する多摩急行の場合は、日本語では、この電車は、小田急線直通多摩急行、唐き田行きとしているが、英語では、方唐き田オンザオダキュラインと簡素なものになり、東京地下鉄6000系、06系の場合、小田急4000型では、ディストレーンイズタマ、エクスプレスバウンド方空き田オンティーダキュラインとなる、日本語のアナウンスにある、 丸までの地下鉄線内は各駅に停車いたしますに、相当する英語放送もない。これは、千代田線では小田急4線型も同様。また、阪急京都線に直通する大阪市営地下鉄、堺筋線の準急高槻市行きも同様、ディストレインイズバウンド4高槻市とアナウンスされるである。E531 系、E231 系などの 英語自動案内放送では、中距離の普通、通過駅ありを、ローカルトレーン、普通列車、各駅停車列車、各駅停車、系統の区別を要するもののみを、ローケルサービス、各駅停車で表記していた。以前の中距離の普通では、通過していた南千住駅、三河島駅利用客への乗り換えも、序盤ライン、ローカルサービス、 上磐線各駅停車と表記していた2153月14日以降特別快速から上の方面快速への乗り換え案内のみ、序盤ラインローカルサービスが使われている。E531 系普通での自動放送は上磐線行、序盤ライントレーン4と各駅停車を意味するローカルの語を避けている。上線中距離の普通は上の駅取りで駅間で、 快速と案内しているが、英語案内では、快速を意味する、ラピッドも避けている。ただし、品川駅取りで駅間で、快速運転をいたしますという独特な案内がある。その後、JR 東日本で導入した、自動放送でも、打線区でも、基本種別の場合は普通列車、各駅停車の区別なく、ライントレーンフォーとしている。また、中央。 総武線各駅停車を、中央ライン&、ソブラインとしているほか、常磐線、中央本線の中距離電車は、単に、序盤ライン、中央ラインと、快速線は、線区名に続きという表記になっている。また、松戸駅には、ミドルディスタンス、中距離と表記していた例もあった。JR の各新幹線にも、各駅停車の列車は存在するが、あくまでも、 列車種別上は特別急行列車であり乗車する際は新幹線特急券が必要となる。各駅停車であっても普通列車でない例といえる。なお案内放送や発車表では英語で新幹線を示すサプリックスプレスと案内されている。新幹線で各駅停車となる列車は路線ごとに以下の列車となる。このほか、新幹線車両を使用する。 博多南線、一部山陽新幹線直通が在来線特急列車として各駅停車で運転している。この区間では途中駅が存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。